木村よしこの気になる銘柄。今日は2021年4月13日火曜日ですね。ちょっと今日は大変遅くなりまして、9時23分の収録となっております。今日はですね、さっくり作ろうと思ってたら意外に面白いことを発見いたしました。そこでですね、要点だけを申し上げようと思います。今日はですね、木村よしこの気になる銘柄では、人類最大の変数、寿命と天候、ワクチン接種が始まりましたので、高齢化社会はどう変わるのかなというふうに思いまして、最初は作り始めたなんですね。で、銘柄も違ってくるよねということでですね、ワクチン接種で高齢化社会がますます高齢化していくのか、あるいはですね、元気になった結果ですね、いろいろな活動を活発化させて、今までの120歳を超えていくような長寿社会にはならないんじゃないかななんて思ったりしてですね、人類最大の変数、寿命と天候について調べ始めていたんですよ。そしたらですね、これじゃないかなっていうことにピッとこうスイッチが入りました。今地球温暖化の原因はですね、なんだろう、脱炭素社会って言ってることが私はもう不思議でたまらなかったんですね。で、最大の原因はですね、人口増加と密接に関係している可能性にたどり着いたんですよ。脱炭素社会の正体がやっと分かった気がしました。今日はね、15分以内で収めようと思っていますので、要点だけを申し上げて、これ都市伝説の方につなげていきたいなと思っております。都市伝説、2月、3月、4月とね、ちょっとサボっておりますので、ちょっとここでしっかりと作っていこうということで、今日はね、気になる銘柄でさっくりとお話をしていきたいと思います。本日の動画構成は、テーマ、そして気になる銘柄1、気になる銘柄2、そして最後にはですね、東京公演のお知らせをさせていただきますね。4月19日、東証会館で、講演会をさせていただきますので、お申し込みのファックス番号、もう一度知りたいという方のために、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ファックス番号をご紹介しております。さてですね、今日のテーマなんですけども、まず導入はね、AI の進化がもたらすものということで考えてみたいと思います。アメリカの半導体大手の NVIDIA が、中央演算装置に、処理装置に参入することが、日経新聞などで報じられていましたね。ARM の基本技術を活用して、2023年にスーパーコンピュータに搭載するよということですね。人工知能 AI 計算を10倍早くできる見通し。これがもたらすことによりまして、遺伝子の段階で病気も未然に防げる未来がすぐそこにやってきたというふうに思いました。日本経済新聞社の報道を、ぜひね、詳しく読んでいただきますと、半導体の開発ということで、このスーパーコンピューター、東芝の問題とも絡めて考えると、何かひたひたとですね、AI の計算によりまして、私たちの未来が大きく変わってくる。その争いごとに、アメリカ、中国、そして EU、日本も巻き込んでですね、企業の奪い合いが続いているという感じですよね。その目的に何を使うのか、AI の技術の進化が私たちの社会に何をもたらすのか。まずはですね、この10倍早くできることによりまして、遺伝子、私たちが持っている遺伝子の研究、病気も未然に防げる未来がすぐそこにやってきているということにスイッチが入りました。さてですね、社会では今盛んに病気にかかりたくないということでですね、予防のためにワクチン接種に勤しむ方々が現在日本でも数多く並んでこのワクチンを打つんだということで行動されております。病気になりたくないということは長生きしたいと。あれにかかっちゃうと長生きできないかもしれない。高齢者ほどすぐ重症化するということに恐怖を感じてワクチン接種に勤しんでいらっしゃるわけですよね。だけど本当にこれは額面通りに受け取っていいことなのかなっていうのがへそ曲がりの私の癖と考え方の癖なんですね。病気にかかりたくない。長生きしたいからこそ予防接種としてですね、ワクチンを打つというのはね、人間の素直な気持ちだと思うんですけども、それによりまして、人の寿命が無限化すれば、
世の中はどうなるんだろうかというふうにね、考えてみるわけですね。またですね、この感染症が流行ってワクチンというこの図式、ワクチンだけをこの有効な方法、病気にかからないための有効な方法としてこう推奨するような動きが世の中にあるのは、私的にはちょっと不思議な気がしてですね、どうにもですね、この理解できない何かがあるということだったんですね。で、人の寿命が無限化することが果たして人類にとって幸せなんだろうかというふうにね、まあ、考えるわけですね。そこでワクチン都市伝説です。これなんか打つとですね、妊娠しにくくなるっていう話をちらっと聞いたことがあるんですよね。そして私的にはですよ、都市伝説が大好きな私的には、寿命調節説っていうのもね、考えられることではないかなというふうに思うんですね。で、あの病気にかかると味覚、嗅覚が不全となるという話がよく伝えられてますけども、まあ、これ、ワクチンの中には、不活性化したワクチン、不活性化した菌を体の中に入れるわけだから、味覚、嗅覚が影響を受ける可能性がなくはないんじゃないかと思うんですね。そうすると食べる楽しみ、味わう楽しみが、こうしたものが、快感が減速するんじゃないかということで、私は今のところですね、打った方の感想をよく聞いてからにしたいなと思うんですけども、なんかね、この流行り病の蔓延とワクチンの関係に私はものすごく不思議なものを感じてならないんですよね。今見ていただいておりますのは、約9年後の日本の姿ですね。後期高齢者とかですね、いう言葉が言われた時期がありましたけどね。私たちの社会はこんな風にですね、持続不可能社会に突入していく可能性が高いと思うんですね。持続不可能社会。これ考えてみると恐ろしい社会が、未来が待っているということなんですが、私たちの人口1億数千万人、まあ1億2000万人としましょうか。この日本ですら持続不可能社会が目前となっているのに、お隣の中国、2030年にはですね、人口減少社会になっていくんですね。少子高齢化が意識されるんですよ。中国というと13億人から14億人の方たちがいるわけでしょ。日本よりも10倍以上大きい国が少子高齢化社会ですよ。これ持続不可能地球になっていくんじゃないでしょうかね。もう高齢者の方たちがたくさん増えていけば、中国だって影響あると思います。さてアメリカはどうでしょうか。2030年バランスよくですね、この各世代に人口がばらつきがなくありますので、持続可能国とすればアメリカの方がバランスがいい感じがしますね。そこでこの話なんですよ。環境保全の独立ニュース局で2014年に報じていることなんですよね。科学者が人口過剰を訴えるべき時が来たという、そういうね、話なんです。陰りを見せない人口増加が地球温暖化と大量絶滅を加速させる。ここに地球温暖化が出てきましたね。人口増加と地球温暖化は関係があるという、そういう科学者の意見が出てきたの。それが2014年なんですよ。これなんかすごく深掘りしていくと面白い話になるんじゃないかなというふうに思います。さて、地球温暖化。そのためには脱炭素社会だということを政治家が口にするようになっております。今の菅さんも怯えた顔で地球温暖化に対して脱炭素社会を目指すとおっしゃいました。この言葉の意味する背景には人口調節があるんじゃないかというのが木村よしこ説です。なので、半導体でどんどん AI の計算力を増して、正確性を増して、将来は持続可能地球にするために人口調節をする。その目的のもとで脱炭素社会がある。このスローガンのもとで何がなされているか、すなわち例の感染症、そしてワクチンなんだというのが私の結論です。なので、現在は私たちは銘柄探し。そこでやっぱり AI 関連。そうなると半導体ということで、この流れがなんかちょっと強引すぎないかと思う方もいる一方で、
そうか、面白いじゃないかと思ってくれる方に届けばいいなと思って銘柄をご案内します。現在のところですね、脱炭素社会の後の管理社会、すなわち人口調節で地球を持続可能性のある星にしようと、もし失敗したら月に住むんだというね、そんな流れじゃないかなと思うんですよね。なので今はやっぱり半導体生産の競争、大競争、そこでですね、私は半導体関連でもあり、そして、医薬品関連でもあり、そして、ガラスというね、世界的な素材を扱ってトップということでですね、まず AGC、アサヒガラスですね、5201に注目したいと思います。まあ、世界的企業なので、東芝奪い合いと同じように、この AGC も日立と同じように、何でも買いたい症候群の方が買ってくる可能性もあると思いますので、AGC、まあ、持っておきたい銘柄だなと思いますね、5201。こちら、昨日発表で、非常に業績が良かったことが伝えられております。建設向けのガラスの需要の回復、塩化ビニール樹脂の販売価格の上昇。そうですよね。皆さんも、どこのお店屋さんでも、塩化ビニール系のシートをね、使ってらっしゃいます。そして年間配当予想額も、従来から20円引き上げまして、140円になるということですね。まあ、ぜひ持っておかれたらいいと思います。今一度、週足を見ておきたいと思います。ゴールデンチャート週足をお借りしてきました。過去のね、高値圏での面合わせ状態になってきておりますけれども、まあ、こうした動きになる可能性も十分ありますが、どこかでね、買っておかれたらいいと思います。140円配当が出てくるということですね。配当利回り的には 2.89% ですから、まあ 3% 近くになるってことですね。買い値によってはね。そして気になる銘柄には、5659の日本製線ですね。こちらは AGC と違ってちょっと株価のチャート、おとなしい格好ですね。こちら100円配当です。業績も安定しております。こちら半導体、燃料電池、ステンレス鋼、半導体関連、バネ、水素ステーション関連でもありますね。こちら、製品の中には、半導体ガスフィルターですとか、ステンレス鋼ですね。そして、ナスロンというね、金属繊維もやっておりますので、まあ、一種防衛関連でもあると思います。さて、4月19日、東京茅場町東商会館で講演をさせていただきます。企業の IR セミナーも開催されますので、勉強をしっかりとしていただけるひとときとなるのではないでしょうか。日本証券新聞社が主催いたしまして、ファックスでお申し込み 03-3662-0361 ですね。サイトでもお申し込みができますので、ぜひご参加くださいね。というわけで、顔がまだまだかゆい木村よしこ、この時期を乗り越えて、また健やかなお顔で皆様とご挨拶できればと願っております。それではまた明日。皆様いつもご視聴ありがとうございます。評価ボタンを押していただくと、動画を作る時のヒントになります。またですね、コメントをお寄せください。皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいです。またですね、チャンネル登録をいただきますと励みになりますので、よかったらお願いいたします。それでは引き続きぜひ、この動画とお付き合いくださいね。また様々研究してお届けしてまいります。